たいに磯ってとこあるよ。磯の危ないところ、今日は海ってさ、水がたくさん遠くの時と少ない時ってあるんですけど、今日はね、もう石の上に水がたくさん乗っています。石の上に水が乗っていると、でもその鏡のようになってるんだけど、時々穴が開いています。だから走ると穴が開いてるのがよく見えないんだけど、その穴に、それが怪我のもとなので、急いで行ったら絶対走らないで、ちゃんと足元を見ながら歩いてください。いやー、ここにカニがいたよーって言うと、どうしても走りたくなります。カニを見てない人は、その時は走らないで、ゆっくり行かないとダメです。それね、一つ守ってくださいね。出てくる時に、ウニの針に足さ刺されちゃった子がいて、ちょっと腫れちゃいました。だから中入って上がるときにウニよく見ること。足は腫れるから、靴の上でもちゃんと浮くっていうのをみんなに確かめてもらうので、たまにこう中に入ってちょっとバシャバシャってやつを使って、こう大の字に寝るとこまで了解です。やってもらえますか。はい、じゃあみんなね、箱メガネを一人一個ずつ持ってってくれるかな。これが箱メガネっていう、これね、ゴーグルっていう、シュローケルっていうの。まだ持ってる。持ってる。もう持った。慌てないんだよ。だからこう横になって、まず空見て、空ウニある、ウニ空向くじゃん。
ブジャパン、サマリー飛び込みます。天然プールです。参ります。イエーイ。じゃーん、これ深い深い。大丈夫、みんな浮くからいいよ。やばいよ。こっちは冷たいの？はい、いいよ。明るい。水泳NPOは少年少女団は全然躊躇なくて、いいの？いいよ。少年、じゃあ。斜め飛び。慌てました。慌てないでよ。絶対浮くから。大丈夫。浮くから。めっちゃ浮くから。全然大丈夫です。問題ありません。なんか美味しそうなもの食べてる。じゃあ、ダーギンも行こう。やだ、怖い。じゃあ、一緒に入ろう。ゆっくり。怖い。一緒って危なくね。一緒危ない。バラバラの方が安全じゃない。押さない。もう一回見てるよ。はい。ありがとう。胸飛び込み。足から行ってもいいよ。足からジャンプ。足から行ってよ。足から。あ、そうだ。一回転しよう。一回転する。本当に。本番あるんだよ。痛くない。めっちゃ面白いから。やっていい？怖くない。やっていい？もうちょい左行った方がいい。危ねえ。これ登るともう一つ向こう側にまた同じようなのがある。向こう行ってみる。はい、ありがとう。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。わ、こっちにも昆布があるんだ。うん、何だ、ゆっくり。
しょっぱ。いいよ。かなり水入ったでしょ。大胆。大胆。だいぶ口内どうだったか。いいね。こんな表情で。こんな表情で。頭じゃないの。危ないよ。口内どうだった。あっちにね、はしごがあるから。はしご見えた？見えた。そう、あそこから上がって。
今マイク。はい。はい。二人に挨拶ね。はい。スターク3日間どうもありがとうございました。はい。ありがとうございました。どういたしまして。どういたしまして。頑張ってください。いろんな体験したと思いますから、これからもいつもと違うところに出かけてください。はい。はい。はい。どうします。お疲れ様でした。はい。お疲れ様でした。またねー。お疲れ様でした。忘れ物ないよな。ああ、でも何なくしたのが何なくしたの卒業靴がもうあれやのまた5月9月もぜひよろしくお願いします。